県内で3日連続で夏日となる中、佐伯市蒲江では今日から早期米の田植えが始まりました。桜が満開を迎えている佐伯市蒲江の波頭津地区では毎年県内のトップを切って田植えが行われていて、今年も今日から始まりました。海に近いこちらの地区では台風の影響を受けやすく、シーズンとなる前に収穫できるようにと60年ほど前から早期米を栽培しているということです。稲刈りは8月上旬の予定だということです。桜の満開の中でいつも田植えしてるのがね、まあ、それはそれで風情もあってね、うん、いいんじゃないのかなと思ってね。南からの暖かい空気の影響で佐伯市梅と豊後大野市犬飼では日中 25.4 度まで気温が上がり、県内は3日連続で夏日を観測しました。明日は西部で24度、中部で23度などと予想されています。